今の俺は、負ける気がしねえ！はあ！はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダービルド引っ張れ双剣デラックスビートクローザーです。はい、これもセントが開発した新しい武器なんですけど、ちゃんと龍河が使うことを想定して作ったもので、あんまり表には出さないながらも、ほんとセントは仲間思いですよね。正面には大きく使用者のクローズが映ってて、外箱をぐるっと見回すとこうで、初登場からバンバン使いこなしてましたね。で、引っ張れ双剣の名の通り、通常の斬撃プラスグリップ周辺のパーツを引くことで、スマッシュヒット、ミリオンヒット、メガヒットなど、音楽番組のようなセリフが流れて、それに合わせて、いろんな攻撃音が鳴る上に、今回はフルボトルにも対応してますね。では、レビューしていきます。同じ剣武器の4コマ忍法刀よりさらに箱が大きいですから、今回は長さがあるのかな。はい、出すと、本編でもね、結構なサイズ感でしたが、さらに、ドドドン。よっと、あー！そこそこ全長ありますね。決して短くはない感じで、あ、でもなんか、近未来的というか、先進的なメカ造形のブレードアイテムですね。へえ、空洞なところとかがちょっと宇宙的というか、なんだろう、かっこいいな。で、ここが、ああ！気持ちいい。バネが入ってて、引っ張れるんだね。引っ張れ双剣ですからね。ということで、中身はこうなってて、デラックスビートクローザー本体のみです。では、ビートクローザーを細かく確認しましょう。まず、表側を近づいてみると、こうなってて、ここはクリアパーツで発光箇所があって、ブレードは軟質ですが、シルバーで塗装のような光り方。この辺もちょっと未来的なメカ造形がありつつ、グリップ周辺なんかも太めで持ちやすい。で、裏側を見ると、出っ張ってる部分は危なくないように一部空洞になってて、軟質が使われつつ、フルボトルをセットする箇所があって、電源スピーカーで電池蓋からのブレード裏側まできっちりモールドが入ってますし、長さも結構あって、スイッチ的なところはここにトリガーがあるのと、グリップエンドがこのように引っ張ることができます。離すと元に戻りますし、内側までちゃんとデザイン入ってますね。で、この状態でくるくると回すことも OK で、非常にこの気持ちがいいバネの感触。同じ剣武器の4コマ忍法刀と比べると、だいぶビートクローザーの方がやっぱり長さありますね。というか、開発者が同じはずなのに、セントもデザインを変えてあるって感じですね。面白いな。やっぱ結構ごつめ。そして裏側からフルボトルをセットすると、カチッとロックして、表側から見るとキャップが目立ってますが、ここにロック解除ボタンがあって、ここを押すことで、フルボトルが取れます。フルボトルセット状態の見た目はこんな感じで、ちょっとここの空洞がなくなるだけでも、だいぶイメージが違いますね。ロックボタンを押しながら引っ張れば取れますし、極論下側に向ければ、スポッとね、抜くことも OK です。では音声を確認しましょう。電源オン。おー、ビートクローザー。本編通りの起動音。もう一回。ビートクローザーでグリーンと赤に発光。まずは通常攻撃。トリガーを押すと、グリーン部分が発光して、剣撃音。一種類で長押ししても、変わりませんね。次はフルボトルをセットしてない状態での必殺技。グリップエンドを引っ張ると、引っ張れで待機音声が鳴りますので、まずは1種類目。スマッシュヒット。この単体必殺攻撃が3種類あって、次は2回引きます。はい、待機音声が変わりましたね。超微動を刻んでる。で、トリガー。ミリオンヒット。で、次は3回引きます。はい、今度は LED が交互に発光して、また待機音が変わりました。トリガー。メガヒートでまた攻撃音が変わりました。これが単体の必殺技サウンドで、グリップエンドを引っ張った回数によってセリフとサウンドが変わるような形ですね。ちなみにトリガーを押さなくても、もう一回引っ張ると変わります。うん。僕は2音目が好きかな。で、ここまで行くと、何回引いても変わりませんね。うん。この音声好き。これが単体音声のすべてで、次はフルボトルと連動しましょう。本編ではロックフルボトルを使っておりましたが、内側のここのスイッチで認識してますから、認識プレートもありませんので、極論とのフルボトルをセットしても OK です。まずは原作通りにロックフルボトル。スペシャルチューン。音声が鳴ったらトリガー。これが特別な攻撃音。さっきの通常攻撃とは変わりましたね。一種類で長押ししても、特に変わらず。先ほどと同様にグリップエンドを引っ張ってトリガーを押すと必殺攻撃音が鳴ります。はい、セリフが変わって、スマッシュスラッシュ。これも全3種類で2回引きます。ミリオンスラッシュで、連続斬撃音かな。3種類目。メガスラッシュで、全部で6種類ある待機音の中では一番これが派手かな。これがフルボトルセット状態の3種類の必殺攻撃音で、先ほどと同じように引っ張った回数で、待機音が変わっていって、なんか、ダンスフロアみたいな。この3音目派手で好きかも。これが全攻撃音ですね。で、ロック解除ボタンを押してフルボトルを外せば、脱着音もなります。スペシャルチューン。ちゃんとこれも原作通りですね。で、他のフルボトルをセットしても、例えばコブラ。スペシャルチューンで、フルボトルのキャップがシルバーですから、これはなかなか見た目超マッチしてる。ただ音声は変わりませんね。では、今一度、全待機音。この武器は耐久音がね、かなり売りですから、相当ビートを刻んでる6種類の耐久音声を鳴らしましょう。さすがはビートクローザー。どの音声も超絶ビートを刻んでますね。今一度必殺技も含めて全部鳴らしましょう。まずは起動音。ビートクローザー通常攻撃。1種類で引っ張れ。2回引っ張れ。3回引っ張れ。フルボトルをセットして1回引っ張れ。2回引っ張れ。3回引っ張れ。フルボトルを外して、引っ張った分だけ、ボイスが鳴りますから、何度でも、鳴らすことができます。永遠に、引っ張れを言ってもらうことも OK ですね。あ、でもフルボトルがハマったサウンドの方が好きかな。特にこの3音目。ちなみに、ロックフルボトルを使って龍河っぽく遊びたいときは、ロックフルボトルをホルダーにセットして、今の俺は、振って、ボトルをセット。で、2回引いてから、負ける気がしねえ！こんな感じですね。セリフと合わせれば、なかなかのなりきり度。いいアイテムだ、これは。はい、ということで、仮面ライダービルド、引っ張れ双剣デラックスビートクローザーを紹介しました。クローズドラゴンと同様に、メカメカしさが前面に出てて、近未来的な最新のアイテムっていう見た目ですし、意外とノリノリなサウンドがバンバン流れましたから、勢いのある龍河と割と合ってるかもしれませんね。というか、クローズドラゴンも結構鳴き声がビートかかってますから、サウンドのコンセプトもしっかり合わせてあるような形ですよね。最新話では、ロックフルボトルと組み合わせて使っておりましたが、どのフルボトルでもも同じ音声が鳴りますので、極論これ単体で買ってもそこそこ遊べますが、クローズドラゴンとビートクローザーのセット版なんていうのも同時に発売しておりますので、やっぱり一緒に買った方がなりきり度は高いですよね。あとこれを買えば今ロックフルボトルもね先着でもらえますので、気になってる方は急ぎましょう。以上、仮面ライダービルド引っ張れ総研デラックスビートクローザーの紹介でした。